こんにちは、マツケンです。今日はですね、今から昼ご飯作るんですけど、ちょうどこの前コストコで良さげなものがあったので、それ使って昼飯作っていきたいなと思ってるんですけれども、それがこちらです。カット韓国春雨です。普通の白い緑豆春雨と違って、さつまいもでんぷんでできた、ちょっと色がグレーっぽい色で、割と太めな春雨になります。コストコで売ってる韓国食材のほとんどがこの CJ ジャパンのものだと思うんですが、今までなかったっすよね、こういうの。これが1キロ入りで600円弱ぐらいの価格なので、まあ、すごいコスパいいなということで買ってみました。試食とかは全然やってないんですけど、でこの裏面に春雨の茹で方とチャプチェと牛骨昆布タンメンの作り方が書いてあるんですけど、この裏に載ってるレシピに必要な材料がちょうど家にあったんで、はい、買ってみました。ちょっと開けてみようかな。ここ切り込み入ってますけど、一応綺麗に開けたいのでハサミで。中はこんな感じで、14センチにカットされたこのさつまいもでんぷんの春雨が入っております。ここからここまでが14センチっていうことで、 iPhone 8 Plus の画面の幅よりちょっと短いぐらいです。味も匂いもないですね、何も。で、今日は何作ろうかなって思ってて、ちょうどこの裏面にレシピが載ってたんで、このスープ使ってラーメン作るのもいいかなと思ったんですけど、この間この動画出したばっかだし、いつも麺ばっかりね、食べてもしょうがないんで、今日はですね、このプルコギのタレ買ってて全然使ってなかったんで、なので今回このプルコギのタレを使って、チャプチェを作ってみたいなと思います。はい。で、材料をちょっと並べてみたんですが、安い牛の細切れと、玉ねぎ。あと、パプリカと、人参とかが入ってるサラダを買ってきました。これだと生でも食べられるんで、最後、全部火が通った後に、バッて入れて、ガッてやる。簡単に作りたいんで、はい。手抜きです。で、プルコギのタレと、春雨ね。手順は春雨を茹でて、戻して、あとこの牛肉と玉ねぎを炒めてまとめるっていうだけなんで、すごい簡単だと思うんですが、最初に玉ねぎ切って肉に下味をつけたいと思います。こんな感じで玉ねぎを切っておいて、あとは肉を半分ぐらいかな。はい。茹でて水洗いした後、
はこんな感じになります。戻す前の状態で 100g 茹でたんですが、どれぐらいの重さになってるか測ってみたいと思います。100g だった春雨が茹でると 280g になります。もうこの状態にすればどんな料理人でも使えますね。茹でた後冷水で洗うっていうだけでこの状態になるんで、まあ下ごしらえって言っても簡単ですね。見慣れた白い春雨と違って一本一本が太いですね。より麺っていう感じで、ちょっと食べてみよう。うん、歯ごたえとかすごい美味しいですね。一本一本が長すぎないんで、それも食べやすいですよね。この塩は、あの春雨サラダとかもこれ使うと、なんかいつもと違ったような感じのができるんじゃないでしょうか。歯ごたえがすごい、まあ独特の風味はあるんですけど、これが苦手っていう人はいないんじゃないかな。まあその程度のものなんで、あとはチャプチェを仕上げていきたいと思います。はい、ということで、完成しました。あ、こんな感じで作ってみました。うまっ。ご飯が欲しい、これは。美味しい。春雨なのに麺のような感じで食べれるんで、すごい食べ応えがあります。一本一本が短いんで、ずるずる吸わないでいいんで、食べやすいですね。うん、これはいい。はい、今回紹介したのはこちらの韓国春雨でした。これ思ってたより良かったです。白い緑豆春雨よりもこうメイン感があるというか、歯ごたえもしっかりしてるし、一本一本が太くて、すごい食べ応えがあるんですよね。なので鍋の締めの麺とかにもいいかもしれないし、いつもやってるあのスンドゥブチゲのスープとか、牛骨コムタンスープのとかもいいと思います。これキャンプ飯に今度持っていこうかなと思います。まあでも下茹でするのめんどくさいんで、家で茹でておいて凍らせても大丈夫なのかな、これ。まあなんかそんな感じで持っ
ていこうかなと思いました。お皿に盛り付けて食べた分っていうのが、今回作った分の3分の2ぐらいなんですけど、もうお腹いっぱいです。朝から何も食べてなかったんですけど、もうこれだけでお腹いっぱいになったんで、うん。春雨で1キロって、やたら量が多いなって思ったんですけど、この感じだったら全然使い切る自信あるな。14センチっていうこの麺の長さなんですけど、これね、お弁当のおかずとか、今日作ったやつなんか、お弁当の一品料理として、全然いいかなって思いました。来年から長男が幼稚園行くんですけど、お弁当係が僕なので、お弁当作りっていうのが毎日の、こう、仕事の中に入ってくるんですけど、こういうのをまあ、作り置きしておいて、弁当にこう詰めてもいいかなって思いました。うん、はい、ということで今回はカット春雨を使ったチャプチェの作り方ということで、もし気になった方はぜひお試しください。この動画参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録の方ぜひお願いします。まあ、いろんな動画作ってるんですけど、コストコの商品レビューはかなり本数がありますので、また1本2本見ていただけると嬉しいです。それではこのプルコギのタレがすごい美味しかったんで、今日使わなかった肉をこれでまた味付けしておいて、別の食べ方で、食べてみようかなと思っております。これね、結構 840g 入ってるんですけど、今日でだいたい 100g ぐらいは使ってるのかな？この商品は最近パッケージが変わってて、なんか白っぽくなってるんですけど、多分味は変わらないと思いますんで、はい。こちらもチェックしてみてください。今これ3時半ぐらいなんですけど、もう今日何も食べんでいいかなってぐらい結構お腹に溜まっております。最後までご視聴ありがとうございました。明日も出せるかな動画、頑張ります。